皆さんこんにちは、イーヤホンのレオタです。アサです。こんにちは。2週間ぶりです。はい、最近隔週な感じいや、そういうことにしてるわけじゃないですよ。主にアーサーが原因ですから。先週ね、先週火曜日撮ろうとしたんですよ。そしたらアーサーが朝からいないと、うん、何してんだ、お休みですっていうそうそう、言われました。ちょっとね、はい、高級日に出勤だったんで、はい、で翌日ぐらいに、何でいなかったって聞いたら休みましたと。いや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 、だから言うてくれ休むなら言うてくれと。いなかったら取れないからね。ちょうどね、その次の休みの次の日から、はい、名古屋に行かなきゃいけないなってて、はい、そこしかなかったんです。言って言って、はいはい、まあ、なるべくですね、火曜日に取りたいと思ってるんですけれども、まあ、ちょっと今後はね、なるべくその更新することを優先してですね、朝がいない時にはちょっと動画のタイトルに反しますけれども、私と別のスタッフとか僕一人とかでなるべく更新はしていこうと思ってますね。面白い子いっぱいいるんでね、はい、まあ、朝はね、なるべく自分出ない方がいいみたいにちょっと思ってるとこあるんでねなことはい、なるべく、まあ、タイトルの通り2人でやりたいと思ってますので、今後もお願いします。はい、前回っていうか、まあ、2週間前の動画が第18弾で9月1日にアップしているものですけれども、なんだっけ、名古屋イヤホンのですね、名古屋オース店が10月末頃にオープンするという予定で現在進めておりますので、はい、それにかけてですね、名古屋どう思いますかすごいざっくばらんな投げ方をしましたけど、どんな質問なんですか、どう思いますか、ざっくばらんすぎるやろという質問でございましたが、でもすごい多かったんです。そうなんです、コメントをですね結構たくさんいただいてまして、ご質問とかっていうよりは名古屋近郊にお住まいの方とか ご家族が、名古屋にお住まいというような方からですね、うん、たくさんコメントをいただきましてありがとうございます。はい、名古屋のことを僕らもいろいろ教えていただいておりまして、僕ら名古屋初心者なんで、名古屋初心者、あ、名古屋初心者、名古屋出身、名古屋出身者なんで急にまた嘘ついたやんですね、名古屋関係のではコメントですけれども、はい、誰にしようかな、あ、ではこの方初めての方かな、黒サンゴさんですね、はい、ありがとうございます。こんにちは、毎回楽しく見させてもらってます。また名古屋渋谷出店8周年おめでとうございます。ありがとうございます。お題の名古屋といえばですが、私にとって名古屋はここ数年毎週通っている出張先ですと。毎週ですね、はい。ポータブルオーディオにハマったのも毎週の新幹線移動がきっかけでした。あ、そういう方多いでしょうね、うんうん、移動時間、まあ、新幹線とか特に結構車内が常にガーッとうるさいですし、はい、そういうのをこう遮ってですね、音楽を楽しもうというような方が多いと思います。そんな出張先に飯屋さんができると毎週通い詰めてしまいそうで、今からお財布の中身が心配です。名古屋が通いで見つけたものといえば、はい、有名ですが、あ、味仙、味仙、味仙かな、味って書いて仙人の仙、人紅山と書いて味仙の台湾ラーメンでしょう。あんこが食べられない私にとって名古屋グルメは味噌のイメージしかありませんでしたが、台湾ラーメンの辛いけどコクのあるスープとひき肉、ニラの組み合わせは出張を楽しみに変えてくれるほどの衝撃でした。名古屋に行かれる際には、ぜひご賞味くださいということでした。味噌の台湾ラーメン、はい、食べてきました。そこの店は名古屋発祥、名古屋発祥なのかな、発祥というか、はい、なんか台湾ラーメンっていうもの自体が名古屋発祥、うん、台湾ラーメンなのに名古屋、聞きました。台湾じゃないんだ、台湾じゃないみたいなあ、そうなんだって聞いてましたけど、で、店のそのお店が、はい、イヤホンの名古屋ってすぐ近くなんですよ。オース301ビルっていうと、はい、の近くも歩いて5分ぐらいの店、近いですね。で、ついね、この前テレビに出てたんです。本当に有名なところみたいで、台湾ラーメンで2種類あるんです、台湾ラーメンが、うん、普通の台湾ラーメンと、なんだっけ、アメリカだったの。アメリカ、ちょっと待って、全然意味わかんない。名古屋発祥なのに台湾ラーメンでさらにアメリカンっていうのは、アメリカンだったら意味がわかんない。アメリカンは辛くないんです、はい。あ、薄いってこと？薄いって辛さ控えめ、そうそうそう、そんなイメージであって、辛いの苦手だからアメリカンの方に
したんですけど、メニューも他にあったよそれそれで美味しかったんですけど、やっぱでもこう辛いのにとけばよかったなってちょっとだけ思いました、うん、ああどうせならね、どうせなら、ね、一番美味しいと言われる。辛くない方は全然ほんと辛くない、あほとんど辛くないですね、ちょろちょろっとあの辛いぐらいで。イメージで言うとだって台湾って聞くとちょっと辛い系のイメージある。辛い系のイメージですね。あのねでもねすっごい辛そうでしたよ、その普通のやつ。普通のやつ、うん、あ次はぜひじゃあその辛い方の。そうですね、いつか挑戦したい。いつかすごいなんかないみたいないや次はね、次はぜひ、はい、チャレンジ、まあ、どうせあるでしょ、名古屋また行くことあるでしょ。行きますでしょ、はい、と思うの、はい、まあというわけで、まあ、ちょっと美味しいですね、ものの紹介をしていただきましたけど、なんとなくあれですね、あ孤独のグルメ的な、うん、出張で行って美味しいものを食べる、まあそれも楽しみの一つですからね。ね。ちょっと他の方のご意見も聞いてみましょうか。いつもコメントいただいているハリマさん。はい。ハリマです。名古屋出身の友達が3人いますが、みんな人柄が柔らかくてよく笑うので、名古屋人は大阪人の当たりを柔らかくしたという印象ですね、うん、ということですね。うん、まあ大阪人当たり強いですかね。強いね。まあね、奈良は柔らかい、ね。いやいや大阪まで。そういう時だけちょっと奈良に逃げるのやめよう。はい、名物では味噌カツと世界の山ちゃんの手羽先が美味しいですね。山ちゃんの手羽先はビールにぴったり。お店よくありますよね。山ちゃんはねよく行きますよね、はい、僕あの家の近くにあるんですよ、数軒、うんうん、結構なんか飲み屋街とかね、東京の都内でもあの世界の山ちゃんのお店自体がねちょこちょこありますけど、僕実は行ったこと多分なくて。あそうなんですか。手羽先は好きなんですけどなんか行ったことないんですよ、はい、なのでぜひあの本場で食べてみたいなと思うんですね。不思議なキャラクター、ね、山ちゃんでしょ、あれ山ちゃんじゃないあれが山ちゃんね、なんかこうこんな羽が社長さんなのかな、かな山ちゃん、あれが山ちゃん、全然架空の人物やったもんね。創業者は山ちゃんも関係ない。美味しいですね。ね、山ちゃんとか、はい、あとはあの風来坊とか、うん、多分そのあたりが名古屋では有名なのかな。うん、手羽先ね。風来坊行きます。美味しかったですね。なるほど。じゃあどうしようかな。食べ物系でもう一つ、はい、松原さん、松原正樹さんって呼ぶのかな。はい、本名なのかな。ありがとうございます。りょうたさん、あーささん、こんにちは。はい、こんにちは。自分は名古屋人ですが、きしめんが美味しいです。うん、もっと味のバリエーションが増えてもいいと思うのですが、需要が薄れてきてる感が否定はできないんですよね。きしめんって名古屋有名なんですかね。あんまりそういうイメージないんですけど、なんか食べました。きしめん食べました。食べました。なんか何いろいろ食べてるね。そんな言ってないよね。この前3日ほどいて、はい、大体のものは食べてました。まあそうですね、3日行ってたら最低でも6食ぐらい食べますもんね。あのね、名古屋の新幹線の駅のところに立ち食いのきしめん屋さんがあるんですけど、行列ができてて。あ、有名なんだ。本当に並んでました。立ち食いなのに列できます。そうそうそう、まあでも回転率早いんでサクサク行けるんですけど、うん、美味しかったですよ。じゃあ、あれかな、みんなそこに寄ったら食べるんかな、名古屋で。ですかね。ですかね。まあ並んでてもね、回転が早かったら10分15分とかで入れるなら、それはそれでね、並ぶのもありかなと思いますよね。あ、すごいね、はい、長いコメントいただいてる方がいらっしゃいます。トシさん、トシさん、はい、ありがとうございます。私は名古屋出身です。名古屋の方、はい、現在は東京住まいである、はいはい、大須にもよく通いました。自分にとってはゲームや CD、本を買いに行く街でした。そんな私が名古屋出身と言うとよく聞かれることをいくつか先回りしてお答えしましょう。はい、あ、いいですねこれ。ひつまぶしは食べたことがありません。あれかっこあれはごちそうです。あれ高いです。すごいごちそうである。小倉トーストは確かに好きですが、喫茶店文化を堪能する前に東京に来てしまったのであまり食しておりません。あ、小さい子がこんなバクバク食べるものじゃない、うん、喫茶店だからちょっと大人になった人がいるのかな、うん、でしょうね。したがって喫茶マウンテンにも行ったことはありません。一度行ってみたいです。喫茶、うん、マウンテン有名ですもんね。何にでも味噌をかける、これは本当です。東京に来て味噌をかけないおでんに衝撃を受けました。味噌のおでんは食べたことないです。味噌をかけるってことはあれよね、具をこう出してから食べるときに味噌つけて食べるってことだよね。いや味噌でグツグツ煮ないでしょ。
うん、そうそうそう。あ、でもそうか、赤味噌とかでやらないですよね、うん、ちょっと美味しいかなって思ってしまった、お金持ちが多いというよりは堅実な人が多いという印象です。あ、そうなんだ。名古屋弁は単語のアクセントは東京と同じです。というと意外だと言われることが多いです、はい、過去日本の方言はアクセントで分けると東京式、京阪式、一京の3つに大まかに分けられ、名古屋弁は東京式アクセントに分類されています。へ、今度帰省した際にはぜひ名古屋店にお邪魔したいと思います。ではではですね、関西の方が近いんですけどね。まあそうですね、確かにそう言われてると大阪弁というか関西弁は結構独特ですもんね。なんかこうほら、もともと名古屋出身とか東京出身の方が大阪に移住して覚えた関西弁ってこうさ、関西人からするとちょっと嫌な言い方ありますけど、上塗り感があって微妙に基礎が崩れてる関西弁なんでしょ基礎を標準語に上乗せであった関西弁やから、うん、なんかちょっとこうなんでやねんじゃなくて なんでやねんみたいな、なんかちょっとえもう一回みたいな時が、わかんない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 、なんかあるんですよ、この人関西人じゃないなっていうふうに思わせる何かがあったりもしますね。なんかそんなに言ってたら嫌な関西人と思われるからもうやめておきますけど、まあなんかやっぱそういうね、住んでる地方ごとの方向ってありますよね、細かく言うとね。もう一ついこうかな、なんかちょっと名古屋系が多いから、はい、鈴木大地さん、いつもありがとうございます、はい、りょうたさん、アーサーさん、こんにちは。こんにちは。早速名古屋についてですが、自分の実家は北海道で、現在妹が名古屋の専門学校に通っています。その時期にオープンとは妹が羨ましいです、ぜひ次の店舗は北海道でお願いします。補足ですが、前回読んでもらいました質問ですが、自分は M50X をリスニングに使ってるけど他の方はどうなんだろうっていう意味でしたということですね。まああのあれですね、M50X をリスニングに使うのってどうなんですかってご質問いただいてましたから前回、まあ、自分は使ってらっしゃって他の人はどう思ってるんだろうっていうことですね、うんうんうん、まあ全然ありだと思います、はい、ということです。次北海道に作ってほしいそうですよ。いいですね、札幌が。なんかそんな話前もしたよね、北海道、北海道に行きたいに行きたいっていうだけのね、そのために北海道店を作ろうめちゃくちゃ北海道で美味しいもの食べたい。わかりますよ、僕もだから前言ったかもしれませんけど、子供の時に北海道行ってすごい、その行った寿司屋の大将が自慢げに話してた、うちのイクラは本物のイクラやでっていう、イクラやでってこれ関西弁やな、本物のイクラですよって言ってくれたイクラが本当に美味しくて、そのイクラの味を忘れられず、今でもこう他の普通の寿司屋でね、イクラ食うたびに違うなるのね。いやもうだって針が違いすぎて硬いんすよ、そのバナがブチンって感じでこう潰れるんですよね。で味もしっかりしてるし、もう何より美味しくて、あれは最高や。いいですね。いやもう唾液が出てきてうまく喋れなくなるね。はい、あ、じゃあこの方、江藤翔太さん。はい、はい、ありがとうございます、名古屋出店おめでとうございます。ありがとうございます、自分は野球が好きなので名古屋といえば中日ドラゴンズですね、はい、落合野球が大好きだったのでいろいろ言われてますが、また落合監督が見たいものです、うん、ちなみに自分は神奈川在住のジャイアンツファンですが、あれあれまあ結構いろいろね、好きということですね。音楽もいいけど野球も楽しいですよ。亮太さんとアーサーさんはスポーツ見たりしますか？しますか？はい、僕野球は、はい、見るよね。見ます。野球してたね。野球してたってことじゃ、草野球を、はい、ちょっとだけやってたら分かんない。ユニフォーム持ってて、はい、ユニフォーム作りました、みんなでドムズっていう懐かしい演じるユニフォーム。いや僕はやってないです。僕は全然かけないんですけど、なんか野球どこか応援してるチームとかありますか？僕はやっぱり、阪神ですね、うん、タイガース好きですけど、昔は結構ね、友達の影響で近鉄を見てたりしましたね。なんか別にね、その応援してるとかがなくてもぼんやり見てると結構面白いですよね。うんうんうん。あとね、高校野球はもう毎年甲子園まで見に行ってますね、うんうん、暑いです。暑いですね。なんかこう後がない感がやっぱあるじゃないですか。うんうん、その毎年ね、3年間しか負けたら終わり。そうそうそう、必死さがプロ野球とは違うなって感じが過酷ですね。はい。でもやってます。あとあれですよね、僕の場合はあの羽生選手とかを応援してる関係で、うん、フィギュアスケートとか
あ、結構見ます、結構見ますね。あの僕正直スポーツとか観戦する癖もまあそうないじゃないんですけど、うん、あのルールとかを基本全然把握せずに見るタイプなんで、うん、なんとなく見てるんですよ。なんとなく応援してるんで、うん、野球とかのサッカーも僕昔やってましたけどルールを全く分かってなかったんで、オフサイドとかなるたびに、え、何今のみたいな。オフサイド分かるでしょ、サッカー。なんで今止めんの、えとか言ったらなんで止めんのぐらいの感覚で見てますけど、まあ、結構やっぱああいうスピード感のある、ね、スポーツとか見るのは結構楽しいですよね。あの、はい、ホース301って、うん、商店街、すごい広い商店街なんですね、うん、横ですよね。そう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 。で、その商店街歩いてるとやっぱりその中日のグッズを売ってたりもするんですけど、うん、その中日のグッズの中にタイガースグッズが割と多いんですよ。あれは何なんでしょう。名古屋の方ご存知ですか。名古屋なのに中日のホームですよね、ほぼね、ほぼね、なのにタイガースグッズが割と売ってる。タイガース好きが多い。なんか僕がただ目についてだけかもしれないですけど、関西からこっち来てる人が多いのか、もしくはグッズとしてタイガースグッズがよく売れるとか。それはタイガースファンがいるってこと、うん、いや、なんかその野球ファンの間でも特にグッズが阪神系のグッズは売れるとかかも。あるんですかね。いや、あのね、僕ね、ドアラ呼びたいんですよ、名古屋店。ドアラ、ドアラ知ってる？ドアラ知ってる。ドアラを呼びたい。呼びたい。だって耳大きいでしょ、ドアラ。きっと言おうと聞けると思います。だいたいマスコット大きいんじゃない？いやー、ドアラはほら、あの耳毛がふさふさ。耳毛がふさふさ。いや、してるんですよ。あの特徴なんですよ。はい、そんな細かく見たことない。ドアラにあのカスタムをつけてるし。こんなんだ。いやー、意外とこうグーっていったらすごい狭いちっちゃいかもしれない。あ、こんだけみたいな。すごい、そんなリアルなとこ見たくないな。すごいシンプルな構造でカスタム作れるねみたいな、インプレッション取ってもなんかもう左右一緒ちゃうみたいな。はい、あのね、ドアラ本当に呼びたいんですよ、そうか、呼びたいな。ドアラでも大人気でしょ。そうですね、まあ昔に一時に比べたらちょっと落ち着いた感じがしますけどね、うん、まあ大人気ですよね。はい、というわけで、はい、名古屋系のコメントは以上とさせていただきましょう。たくさんありがとうございました。じゃあちょっとあの質問系を拾っていきましょうか。先にちょっと面白い質問があって、はい、藤原ジャンクションさんからのコメントです。ありがとうございます。りょうたさん、あささん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。僕は普段イヤホンをメインに使用していますが、右耳の形がおかしいのかうまくフィットせず、イヤーピースとか変えたりいろいろ頑張りましたがあまり改善しません。なので結構考えてカスタム IEM に踏み切ることにしました。そこで近くイヤホンでカスタム IEM を作ろうと考えています。そこでメーカーさんのホームページやイヤホンさんのホームページやブログを拝見したりした結果、UE11 Pro が気になりました。過去、18 Pro は予算的に厳しいので点点点、はい、僕は今 UE900S をメインとして使用していますが、 UE11 Pro は、グレードアップという意味では正しい選択でしょうか。また11 Pro の他に UE900S のグレードアップ版で良さそうな、カスタム IEM はありますか。僕はカスタム IEM でフィット性と UE900S で少し気になっていた低音の量、過去少ないという意味でが少なくとも改善できればいいと思っています。もちろん買う前に視聴させていただこうと思っています、ということですね。今の UE900S で、うん、まあ、ちょっと低音が少ないのが気になっていると。そうでしょうね。 でも大元の音は好きだという感じですかね。あまりどう思いますか。いや、そのものズバリ11 Pro がいいのではとは思います ね。あのぶっちゃけね、18 Pro は違います。全然傾向がだいぶ違うと僕は思うので、11 Pro が正当ってか、そういう話をしてたよね。11 Pro は900とか 900S のこう上位っぽいよねって話をよくしてたので、うん、11 Pro は多分正当進化というか、まあ発売順で言ったら 900S の方が後ですけど、でもキャラクターとしては似てるし、かつ低音も増えると思いますけどね。どうですか。そうですね、 900S、 はい、まだ11 Pro の方がちょっと抑えめな感じはしますけどね。全体的にと少しそのきらびやかさみたいな部分が抑えめなモニター寄りの音なんですけども、ね、低音は出ます。完成な感じだけど低音はそうですね、元気な出方をしますね、うん、
だからまあ11 Pro はかなり有力な選択肢じゃないかなと思いますね。プロって今いくつくらいでしたっけ？値段ですか？はい。安いのかな。ドン15万ですね。14万9800円。18との差が微妙な価格差ですけどね。うんうん、あのね、この価格ならあれを聞いてください。あのキャラが近いかっていうとちょっと難しいけど、低域の旅館とかがもうちょっと欲しいっていうイメージでいくと、今ちょうどちょっと推してるブランドでライムイヤーズっていうのがあるんですよ、はい、で多分社内でも最近すごい話題になってるんでアーサーも知ってると思うんですけど、エーテルっていう機種が最新のモデル、はい、5ドライバー3ウェイのエーテルっていう機種があって、でこれがまあ今特価で16万8000なので多分ね厳しいと思うんですよ、予算的に厳しいと思うんですけど18に近いね。そうそうそうなんですよちょっとでもねこれを一度ぜひ聞いてほしいっていうのもスイッチ機能がついてるんですよ、うんうん、スイッチ機能ついてて、オンにしてると多分理想的な低音の量感じゃないかな、はい、900S で低音が少ないと思う方でもオフにすると結構中低域がシュッとこうしなやかに細くなるんですよ、うん、だからフラット系っていうのかなっていうバランスになるので、結構全体的にこうパワフルなエネルギッシュな感じなんですけど、より低域中域を持ったような、バランスとそこを抑えてフラット系になってるバランスと切り替えできるので、まあ、非常にあの音の見通しも良かったですし、今なんかスタッフの間でもこれ良くねっていう値段に対してすごく良くねって話になってるの でこれが特価で今16万8000なので、なんか終わると19万8000とかになっちゃうらしいんですよ。ちょっと高いですね。ちょっと高いんで、まあちょっと今聞いといてもいいのかなっていう気になりましたね。あとなんだろうな、フィットイヤーとかだから。フィットイヤーちょっとキャラクター違うのかな、まあ、夢334とかがでも定域ちょっと足らないと思うかな。悪くないんですけどね。335まで行くと、そう18超えるんですよ、ね、になるんだ。なるほどね。だからまあ定期の旅館とかで言うと、あとなんだろうな、16ステージもどうかな、ちょっと定期逆に強すぎるのかな。ウエストンか、うん、ウエストンと60はすっごいフラット、超絶フラットなんで、多分50でしょうね逆に。うん、イエス50がちょっと定期盛り気味な音なので、S50 が、まあ、そうですね、妥当な音が14万8000円ですね。だから、11 Pro か、ライムイヤーズで言ってるちょっと高いかもしれない、はい、か、S50 あたりを中心に、プラスアルファ時間ある限りこう浮気してもらって、っていう感じですかね。で、最終的に11に戻ってきてもらったら、これかなっていう気がするんじゃないかなと思いますね。うんうんうん、はい、まあ、参考になれば幸いです。はい、あとはどう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 、ああ見てると名古屋の他のコメントもあったな。はい、あこれね名古屋とか全然関係ない話なんですけど、これ、はい、ほらさっき言ったやつ読んでいいですか。あはいはい、アキラ S さんからのお便りです。これ質問じゃありません。先日イヤホン関係で驚いたことがあったので質問します。はい、買い物をしていて、イヤホンしてるなって人を見たら、イヤホンはその人の耳の中にはなく、なんと耳たぶのピアスの穴にカナルをぶっ刺して歩いていたのです。自分にとっては大変衝撃的な光景だったのですが、りょうたさんやアーサーさんにとってはあるあるというようなことなのでしょうか。教えてください。ない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 、そういうなんかイヤリング的な使い方ってことですよね。ピアスの穴ですか。耳たぶのことよね。耳たぶのピアスを刺すような穴にカナルをぶっ刺してっていうのは、イヤピースはないってことなのかな。まあ、カナル型のイヤホンってことでしょうね。を刺して歩いて、うんうん、何が目的なんですかね。おしゃおしゃれ、わかんないちょっと理解できない。いや、それで例えば音鳴らしてて、うっすら音聞こえてるみたいな状態がいいのか、いわゆる開放型、そうカナルの開放型っぽく使おう。そうか、そのよくほらコンビニとかでイヤホン外すこうタイミングみたいな感じでちょっとイヤホンをシュッて引っ掛けてた感覚なのか、ちょっとその方
うん、痛そう痛そうはないじゃないですか。いや痛いよ絶対。ピアスとかさこう開けない人なので僕はね、はい、あの無理なんですよ自分の体に穴開けるとかっていう感覚がそもそも痛そう。何やってんの痛そう。意味わかんないっていう感じで、でまあなんかそこにねイヤホン突っ込むってまあできなんかなちょっと目的がわかんないですよね。次その方を見かけたら誰か声かけておいてください。どこで見かけたんでしょうね。東京のどこだ。この方がどちらの方か分かりませんけど、まあでも確実に日本の国内に一人はいらっしゃるってことですよね。これね。はいはい。で信明片岡さんからのお便りです。りょうたさん、アーサーさん、こんにちは。今異常にシングル BA のイヤホンが欲しくて仕方ありません。ウエストのユニバーサルを買ってイヤさんオリジナルのエアラ38を作るか、新しい S シリーズを買うか悩んでいます。 S シリーズっていうのはあの廉価版のエストのカスタムですね。うんうん、あれ見た目かっこいいやつですね。シェルがそうですね、ちょっと特殊な形、はい。音質もそうですが、どちらかというと S シリーズのシェルの色が気になっています。今現在イヤホンはトリプルファイ10と UM3X のリモールドを使い、はい、デジタルオーディオプレイヤーはシャンリンの M3 を使っています。これは日本では売ってないですか。須山さん持ってますか。忘れた。聞くジャンルはりょうたさんと同じで、多分アニソンからクラシックまで何も聞く感じですということですね。シングル BA にこだわっている方に言うことではないかもしれませんが、 S シリーズを買うなら20を買いましょう。S の20、はい、これはあの確かデュアルです。なのでシングルじゃないですシングルが欲しいんだけど。で S10 はあんまり僕は勧めない。それは音質的な、音質的なところですね。あの10、20ちょうど昨日聞いたんですよ、うんうん、20の方が圧倒的にいい。ああから差は歴然だ。いやもうドライバー数とかどうでもいいから20買いましょうシングルが欲しいんです。いやシングル、なんかそのシングル好きだって言ってる人がシングルの多分フルレンジとかが好きなんでしょうけど、 TF10UM3X でもシングルじゃないよね。だ今使ってるのはシングルじゃないんで、シングルが欲しい。まあシングルが欲しいならヘブン8を買いましょう。エクステンイメージ、エクステンヘブン8もまあ別に悪くないけど、ヘブン8ちょっと高いし、あれだって買うならカスタム。じゃあ XBA100、 あイメージ X10 イメージ X10 かなって思います。あれは音響のカスタム、音響のカスタムは C1 かな。 C1 もいいですよ。あれでもワンドラーが人気高いですよね。いや確か一番人気は C20 かな、真ん中デュアル真ん中がいい。いやでもエントリーのその10も良かったですよ。はい、つまりですね、音響のカスタム、まあワンドラも人気なんですけど、ツードラの C20 の方が、C2 の方が、そう、あの一番人気が高いらしいので、僕も持ってるのが C2 なんですけどね。結構あれがまあ分かりやすくどんしゃり傾向というのが気に入ってますけど、まあ、あのウェストンの S1020 に関しましても、あのワンドラが欲しいぜっていう理由で、まあ、あの買うのは悪くないんですけれども、うんうん、できれば1020を1回聞き比べしてほしいなと思う感じですね。視聴できない人には20を勧める。うん、勧めます。はい、20を勧めます。はい、情報量は明らかに。はい、はい、というわけでですね、来週のお便りですけれども、はい、募集するのが、ここ最近の新製品で気になるものをですね、ぜひ教えてください。ちょうどあの秋口に差し掛かりまして、あの新製品がたくさん出てくるようなタイミングになってきましたから、まあ、これから多分今年年末の年末商戦と言われるような時期にかけて、いろんな新製品が実際リリースされてくると思いますから、まあ、発売になってるものになってないものも関わらず、皆さんの中で一番気になるものですね、こういう風に気になっているとか、実はここがすでに気に入っているというようなことがありましたら教えていただきたいと、はい、思います。はいはい、何かありますか、ね、気になる。気になるんですか。僕はあの赤毛のヘッドホン N99 キャリブレーションするキャリブレーションするやつで、耳の形を測ってその人に合ったなんか音場みたいなのを作ってくれるヘッドホン。あれはね、値段がすごい値段になりそうな気もしますけど、ね、いやだってでもなんか次世代のヘッドホンじゃないですか。ウィーンってね、なんかね、センサーで測るんですよね、つけて。そう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 、
多分ヘッドホンあれ多分本体がそうやってくれるんでしょうね。あれがなんか別にそういう機械いるとかって言われたらちょっと大変だなと思います。いやそれがそのままやってくれるみたいですね。はい、触りたい。あのドイツに行った子たちから非常に、ね、音はいいと聞いてますので、聞いてます。そういうものもありますよね。ビッグメロディーのマクベス、ネイビスとか、あと最近だとカインの N5 プレイヤーをね、いろいろ表ですけど、はい、そういうものも含めて、はい、気になるものがあったら、ぜひ教えてください。はい。はい。はい、イヤホンのヨタと、アサでした。はい、また来週お会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。